はい、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。あれです。ドラゴンナイトグロリアスですね。続きでやっていきます。よろしくお願いします。あの部屋は何だったんだろう。敵はもうこんな感じなのかな。これもうパッと使えなくなるのかな。それとも途中で危ないってよし、うぅーっていうなんかイベントが出てきたりするのかな。リリースさん攻撃力だけはね、半端じゃないですからね。さあ、セーブができないんでね、もうずっとこのままやってしまうと思うんですが、よしよし、あ、またリリスがレベル上がった。もう4人パーティーになった瞬間にね、経験値みんなもらえちゃうからね、格差が広がる一方だ。広がりはしないのか、平行線になっちゃうんだよね。あ、でちょっと隊列をね、ボーボーの方に変えて、装備をね少し変えました。カイトシールドとかあのタワーシールド、強い防御系を、まあ、彼ら2人にあげて、まあ、アルクが一番弱いラウンドシールド、リリスはね何にもレザー、あのねこのチェインメールとか鎧とかも着てくれないんで、どうしても防御はね弱いままなんですよね。おお、なので唯一の欠点なのかなと、防御が低いのが。よしよし、最強横断。なんか強そう。なんか一列とか全体攻撃がありそうですね。こうパッドの扱いだよなの、ね、慣れるといいんだけどね。二人ともドラゴンナイツに。これなんだろう、後からさ、戻って、行き止まりの部屋があっただろう。そこに行って何とかしてこい。おいとか言われたら非常に困るんですが。あ、これはね、弱いからね。みんなね、何がいいんだろう。チコくんと R くんは横切りが強い。ボーボーは？ボーボーはどっちだ？縦切りかな？リリスは多分縦切りでも、まあ何でもいいんだろうけど。まあ、素早さをね、リリスは抑えられてしまっているんで。まあ危ないっちゃ危ないんだけどね。ああ、うわ、ここで、ここ戦闘か。はい、もやかしの像、なんだ、まがいの像みたいなね。まあ声優さんとかあるは全然詳しくないんだけどね、名前もうる覚えだしね。あのパッドなんかは何だっけ、緑川さんとかね、あのヒーローユイとか、あとは誰だ全然ね名前が出てこないからあれなんだけど、の声があってそうかななんてね思ってたんですけど、どうやらそんなわけでもないらしいと。ハル君の顔の形だと、あの声なんかはあのゼルダの伝説の子供リンクの方のとかいいんじゃないですかね。もう早速ね、声優さんの名前知らないからさ、あのなんだっけ、最新のスマッシュブラザーズにも出てんのかな、リンクって。大人リンクと子供リンク、これは何ですか。 TP 吸収、 TP 吸収、まあ大体大丈夫でしょ。結局なんか爆発系、またまやかしの像か。まやかしの像って何、なんか当てにくくなるのかな。そんな攻撃が強いやつ出てくるのかな。あのオーガがねまた出てくるんで、コンボを振り回して、あれ強いんだけどね。男3人は横切りがいいですね。縦切りより横切りの方が強そうです。お、やった、出口や。こんな簡単でよかったの。やっと聖地にたどり着いたで。
おお、なんて美しいんだ。まさに地上の楽園とはこのことだ。俺にも見せてくれ。素晴らしい眺めだよ。へえ、こんなところに。それは確かに美しい風景だった。人間に侵されていないままの自然の姿がそこにあった。ついに僕たちはドラゴンの聖地にやってきたのだ。チコくんはね、こっちの画面だとね、ちょっと可愛い系の、ちょっとやんちゃ坊主系でもいいんだけど、パッケージの方のね、美形だともう少し大人びた感じなんだよね。でも本番はこれから。ドラゴンのやつになるために僕たちは一体何をすればいいんだろう。それにどうしてドラゴンが女性を乗せないのかを、確かめなければならない。そしてババリーニの体重で僕を待つという妖精プリル、名前変えとけばよかったかな、プリンプリンとかに。全ての答えはここにある。僕はドラゴンの聖地に第一歩を踏み出した。僕たちの前に突然3人の男たちが立ちはだかった。ん？あ、暁の三流士。へえ、こいつらがドラゴンナイツの親分か。うわぁ、諸君、お初にお目にかかる。私は空竜隊の隊長、ルーベンガルツ・ハッサウェイ。空竜隊、あ、言ってるね。空竜隊で、あの、髪の毛にね、何時間もお手入れする。それにしても、最終組はなかなか優秀だな。全員揃っての登場か。歓迎しよう。ドラゴンの聖地にようこそ。特に、そちらのお嬢さん二人を歓迎しよう。女好きなんですね、この人は。俺は、隠してもダメさ。あなたからは、とても甘い香りが漂ってくる。それにしても私が隊長を務める間にこのドラゴンの聖地に女性を迎え入れることができるとは何たる光栄であろうか。しかも2人もだ。これが記念すべき瞬間であり、そして初めての女性隊員が誕生する日になることを祈るよ。結構優しいね。俺は地流隊の隊長を務めるグリッケンバックバックファイヤーだ。せっかくで悪いが、女は知ってるもん。ドラゴンは女の子を乗せないんでしょ。でもきっとこの可愛いリリスちゃんを見たら乗せてくれるもん。乗せてくれるように頼むの。ほう、そこまでしているのか。誰に聞いた。シグナスだな。ならば何も言うまい。自分の目で確かめるといいだろう。ここまで来る女性はいないのに、どうして女性を乗せないっていうのは分かるんだろう。なんか救助するときにドラゴンが嫌がったのかな。私は海竜隊の隊長、ギルティジャドラ。運のあるものを歓迎する。以上だ。この人が、このカグランテス出身じゃないんだよね。ギルティ隊長殿、私は海竜隊になりたくてやってまいりました。ぜひとも海竜隊にしてやってください。運があればなれる。はあ、お、それでは俺が代表して試験の内容を発表する。ギルティが言うように、もはやあとは運しかない。最終試験とは君たちがするのではなくされるのだ。される？どういう意味や。簡単なことだ。あとはドラゴンが自らドラゴンナイツにふさわしいものを選ぶ。お前たちはただじっとその瞬間を待っていればいい。そうか、もう全部ドラゴン任せなんだ。そんなバカな話がありますか。ドラゴンに選ばせるなんて。それじゃあ我々は今まで行った訓練は何だったのですか。もちろんドラゴンのやつになるためのものだ。実際の任務は訓練以上に厳しい。すべて実践を踏まえた上での訓練だ。しかしドラゴンナイツとはドラゴンあってのもの。ドラゴンがいなければそれはただのナイトに過ぎない。勘違いするな。俺たちはドラゴンを飼っているわけではない。ドラゴンと常に対等な立場で向き合っている。だから俺たちだってドラゴンに選んでもらえなければ隊長はおろかドラゴンナイツになることさえできなかったのだ。そんな、なんだ、リリスちゃん心配して損しちゃった。だったら思ってたより簡単じゃないの。たまたま今までドラゴンに選ばれる女性がいなかっただけってことね。リリスちゃんなら大丈夫。絶対に選ばれてみせるもんね。うん、確かにそうとも言える。今までに何人もの女性が秘密裏で試したという話は俺も聞いている。もしかしたらたまたまドラゴンに選ばれる女がいなかっただけかもしれん。やったね。ドラゴンに選ばれるというのは具体的に言えばどのようなことなのでしょうか。うん、このドラゴンの聖地には海竜の
あ、これなんて読むのこれ、生息でいいのかな、空竜の生息するエリア、地竜のエリアがある。自分が希望するエリアに行き、とにかくドラゴンと対峙することだ。恐れず自ら近づいていけ。でもしその人間のことを気に入れば、ドラゴンは自分の背に人間を乗せるだろう、うん、その時初めてドラゴンのやつに認められる。はあ、それで試験は終わりですか。そうだ、だからあとは運なのだ。本当か、これパラメーターじゃねえだろうな。海流はここから西の方角、空流は南西のエリア、そして地流は北西の方角。ってことは俺が行くのは西ですね。俺たち3人はそれぞれのエリアで待っている。そこで会おう、グッドラック。グッドラックって顔じゃねえけどな。暁の三流士はそれぞれの部隊の竜たちが生息するエリアへと去っていった。最終試験は竜に選ばれること。確かに答えは竜のみぞ知るということになる。あとは努力ではどうにもならない、竜に任せるしかないのだ。選ばれなかったらどうしよう、漠然とした不安が僕の中に広がっていった。なんかリリスはさ、おい乗せろよ、ボコッボコッドコッとかなんか無理やりまたがってそうだけど。俺は空竜のエリアに行くで、一足先に行っとくから。こうなの。はあ、選ばれなかった時のことを考えるとどのエリアに行くのも怖いよ、うん、せっかくここまで来たのに竜に全てを任せなければならないとは、なんとも歯がゆい。がしかし、こんなことで落ち込んではいられない。私は絶対に海竜隊になってみせる、なってみせるのだ。おお、海竜たちよ、私が行くのを待っている。ん、あ、海竜たちはか、行くぞ。はい、私は空竜隊になりたいから空竜のエリアに行ってみる。じゃあ後で会おうな。あ、パッと待って、リリスちゃんも空竜に会うわ。片っ端からチャレンジして全部のドラゴンにを私に振りまかせるの。あ、そうっすか。みんなそれぞれ目指す竜のエリアに行ってしまった。でもウォーボの言う通り、落ち込んでは何も始まらない。あとはトライあるのみだ。そしてババリーニの退治、あ、そうだ、俺はまだその退治を探さないといけないんだ。どうやら洞窟の出口では記録を取れるらしい。必要になったらここに戻ってこよう。あ、じゃあここでセーブすればよかったんだね。もう動画さ、作っちゃ、あら、ああ、こんな感じ、あ、こんな感じにやってみるんだ。いや、だってもう見えちゃってんじゃん、お互いがお互いの竜を見えちゃってんだね。ドラゴンはこんなにね、あの狭い地域で仲良くやってんのに人間と来たら。じゃあセーブしようか。で、この地竜隊の人気のなさですよ。はっきり言って俺なんかはね、あ、はい、よし、この聖地での経験は記録した。必要になったら、必要になったらってどういうことなんだろうね。さあ、もう最終回近いですよと思ってんのは俺だけなのかな。あー、でもどうしよう、もし海竜隊になっちゃったらさ、どうやってあのポーチェさん迎えに行けばいいんだろう。結局女か、あるお前もか。ねえ、俺なんかだと地竜のね、恐竜タイプの方が竜っぽくなくねって思うけど、でもさ、空竜エリアにいるの、あれ、これプテラノドンだよね。と考えるとさ、海竜のエリアが一番やっぱドラゴンっぽいよね。と、恋を言っていく。僕が海竜エリアに行ってみると、そこにはボーボが一人で座っていた。どうする？え？だってこれはもう、一人芸でしょ？海竜エリアには、巨大な塩辛い、あ、もう、なんだろう、海っぽいところなんだ。そこに悠々と無数の海竜が泳いでいた。しかし僕はどのドラゴンにも見向きもされなかった。何かコツでもあるんだろうか。あ、じゃあ一応みんな話すか。おお、R くんか。調子はどうだい？ダメなんだね。あ、ダメなんだね。君の顔見るとわかるよ。私はもうダメだ。さっきしょっぱい湖に飛び込み、ドラゴンに近づこうと試みたんだが、結果は惨敗だ。よく食われなかったな。みんな私を王人だと思って逃げていく。
私が一生懸命になればなるほどドラゴンたちは嘲笑うように逃げていくのだよ。これは侮辱だよ。でもね、アール君、私は諦めないよ。無人でも乗ってみせるつもりだ。もう勝利は目の前じゃないか。頑張るよ。はあ。何かあるのか。え？あー、一個ずつかな。知らんな。他には？あ、じゃあ今年はゼロだ。他には？じゃあ何がコツは？知らんな。こいつ。そうか。でもう一回ここで好感度を上げていこう。ダメか。あー、なるほどね。一回ぐるーっと回る必要があるのかな。じゃあね、みんなのいる空流帯行ってみよっか。空流帯大人気だからね。うん、空流のエリアに行ってみると、そこにはスカイドラゴンにまたがって大空をかけるビリーの姿があった。おお、あ、そっかそっか。気持ち悪い。あはは、やったぜお前ら。よく見ておくんだな。俺はドラゴンを手に入れた。これで劣気とした空流隊の隊員だ。すごいな。さすがマイケルの弟ら。とりあえず空流隊も一安心だな。ふざけろよ。なんでビリーにドラゴンが懐いて俺のところには寄ってけえへんねん。当たり前だ。お前みたいな奴がここまで来れたこと自体奇跡だ。諦めろ。それよりリリスさん、いかがですか？もうドラゴンナイツになるのは諦めて、私の恋人になっては。これで私もドラゴンナイツの一員だ。あなたの恋人にこれ以上ふさわしい男はいないと思いますよ。ビリーは、ちょっとおかしいな。リリスちゃん大ショック。こんなにドラゴンが手強いなんて夢にも思わなかった。無理やり乗ろうとしても振り落とされちゃうんだもの。え、すごい。ドラゴンよりもリリスの方が弱いんだ。あ、ううでもこうやって見ていると、ドラゴンって、あ。最悪の場合は食べてしまうっていうのもいいかも。やはりこいつ人間じゃねえ。やっぱり無理なのか。レベルが足りないのかな。仮にこれ一人で回ってさ、見染められたら困るんだけど。俺海流隊になるから、空流とはあんまり。とりあえず僕は一人で空流たちのエリアを回ってみることにした。しかし空流たちは一向に僕の周りには寄ってこなかった。どうやら嫌われているらしい。ふーん。これさ、装備解除していいかな。ちょっとドラゴンってほら戦うの嫌いだから、もしかしたら武器とか持ってるとダメなのかなと思うんだけど、関係ないかな。おう、ある。ほんま胸クソ悪いわ。なんであのビリーのやつがドラゴンに気に入らず俺らはあかんねん。ドラゴンって見る目がないんとちゃうか。ステータスは、あー、もうみんな離れちゃってんのか。ドラゴンなんて私から逃げてばっかり、全然可愛くない。何か間違ってるわよ。何かが、うん、何か間違ってんだろうな。どうも空流には嫌われているみたいだ。あれもうまくいってないみたいだな。こうなったらそろそろ他のエリアに行ってみようかな。うん、一応話す。ははっ、羨ましいか、ダークナイト。まあ、これが俺とお前の実力の差ってやつだ。俺は念願の空流隊に入隊し、お前とは最後の最後でただの田舎者という現実に戻される。実によくできたシナリオじゃないか。はあ。僕はビリーの姿を見て嬉しそうに微笑む隊長と話すことにした。はあ。何か言おうかね。
合格者は？見ての通りビリーだけだ。でも満足しているよ。ビリーが入隊してくれれば十分だよ。ああそうなんですか。じゃあ胎児のことはアバリーに？知らんな。ここは木がいっぱいあるからね。セロリドラゴンだよ。ドラゴン空流タイムでも君にあるドラゴンがいるんじゃないのかな。諦めずに探してみるといい。優しいね。ルーベンガルスさんはすごい優しい。私で力になれることがあればいつでも相談に乗ろう。あの人当たりがいいんだろうね。ねえ、空流体は嫌なやつばっかりっていう話だったけど、体調だけは優しいみたい。ババリーニの体重っていうのがない。まあ、最後の最後にね、ことかじゃないのこれさ。実はここが、例えばここがババリーニの体重で丸をしたらいけるとかないですね。すいません。ここは地竜たちのいるエリア。どうする？いや、どうするって言ったら、まあ、一人で回るしかないよな。うん、僕はどうすれば竜に選ばれるかもわからず、ただ竜に近づいていったが、反応は著しくなかった。あ、思わしくか。どうやら僕は気に入られていないようだ。そうか、装備があってもダメなのか。ということは、やっぱババリーニの大樹っていうところに行って、ね、プリルちゃんにちょっと、助けを請うのが一番いいのかな。僕は隊長と話してみることにした。どうだ、チリューには気に入ってもらえそうか。何か聞きたいことはあるのか。合格者は？今年はまだゼロだ。しかしこればかりは仕方がない。俺はただ待つのみだ。隊長は？アバリーニの隊長。ここは大きな木が無数に生えている。一つ一つに名前がついているのかもしれないが、とても俺ではわからんな。残念だが力にはなれん。そうですか。ん？簡単には諦めるなよ。たとえ運といえど、運は実力で貸してるものだ。まあ、運ゲーの男 R なんでね。まあ、ここでは、バシッと決めたいところだわ。なんかね、運をね、しきりに言うんだけど、本当に運ゲーなのかな？そっか。どう知る？どう知る？まあ諦めるつもりはまあまあまだないんだけど。あ、この時点では装備を選べないんだ。なんかコマンドは？特にないか。じゃあもう一回海流行ってみるね。うん、どうするっつってもな、なんかコツがあんのかな。うん、あのなんだろう、知らん3人ともさ、あの暁の三流士どうすればいいんですかって聞いてないよね。そのまあギルティだけコツはってあるけど、どうやってさ彼らはなったんですかね。で、例えばほら、ぶん殴って無理やり従わせたとか。あ、ギルティだけは、ここに来てないんだっけ？なんかもう海の方で勝手にもう手なずけたって言ってたな。うん。何かあるのか？こっちが聞きたいけど。ここでね、ここで装備が関係ないのかな。別にアクセサリーとかはないもんね。ここでドラゴンロアとかをなんかドラゴンに叩き込むとかないのかな。重要物も何にもないもんな。昔さ、なんだっけ、タイジの鎧だっけ、あれをくれた木のおっさんがね、ババリーニのタイジのことをちょっと
あれ聞け、上手に聞けなかったんだけど、それで済むとかはない。ここから進めないのはまずいよね、でも。動けないのは。じゃあちょっと出口行ってみようか。イベントを進めないことには話が始まらない。セーブはいいです。ん？どこかまだ行けるところがあるのか？ここで俺謎解きすんの？それともなんかやっぱ必要なのかな？それとも何とかぐるぐる回った方がいいのかな？あれかな？三個の霊みたいに。ムムムっていうのがあるのかな？何でも何でも回ると。なんかここでもあるんだよな。ちょっとみんなと相談してみようかな。もし相談できるんだったら。図らずもボーボー冷遇になってしまうが、しょうがない。同じかな。同じか。そしたら海流帯の場所をずっと一人で回ろうかな。よかった、行けなくなったらどうしようかと思った。なんか特殊なことがあるのかな。まああんまり時間、ん？もうダメだ、おしまいだ。何をやってもどんなことをしてもドラゴンは私に向いてはくれない。こんなに一生懸命やっているのにどうにもならないんだよ。ハル君、私は寂しいよ。それ俺に言われてもな。他のエリアに行ってみないか。もう少し頑張れよ。俺何にも言えねえよ。だってボーボは海流体以外考えてな、どうなんだろう。別に海流体じゃなくてもいいんだったら他のエリア行けばいいしね。海流にさえ相手にされない私なんだよ。他のドラゴンが相手をしてくれるのだろうか。おい、ちょっと待って、お前それ海流をディスってんですか。そんなやつはやっぱり冷遇だぜ。私には自信がないよ。でもダメ元だね。ダメ元でチャレンジしてみよう。うん、君についていくよ。あ、いや、いや、と。じゃあちょっと回ってみる。なんかここにいると我々人間が惨めになってこないかね。私はなんか屈辱的な気持ちになってくる。こんなに盛んにラブコールを送っているのにドラゴンにはさっぱり通じないんだからね。言葉が通じないっていうのはとっても不便だね。うん、そうなのかな。特にないですね。じゃあみんなのところで行って、ちょっと相談してみようか。あ、一応ボーボたちの装備も外してみる。もう俺にはね、やれることはそんなに見当たらないんだよな。はあ、私はね、空を飛ぶなんて恐ろしいことは勘弁だよ。そうですか。どうせ私なんかがここのドラゴンに気に入られるわけないけどね。うるせえ男だな。おう、ボーボー、帰るエリアはあかんかったんか。まあ、そんな落ち込むなって。ゆっくり時間かけて回ったら、お前のことを気に入ってくれるドラゴンが一匹ぐらい
なんだ。ウィングドラゴンだ。さあ逃げないで。ギャッ。ん？怖がらなくても大丈夫。お前はドラゴンに選ばれたのだよ。あ、よかったじゃん。一匹のウィングドラゴンがボーボーめがけて飛んできたと思うと、その襟元に牙を引っ掛けられ対空へと舞い上がった。これが選ばれるということなのか。ボーボーはついにドラゴン内政の切符を手に入れたんだ。ああ、私ストローが怖くて、でも嬉しい、でも怖い、素晴らしいけれど怖いし、私は嬉しい。やったぞ、私はドラゴンに選ばれたのだ。男36歳。ドラゴンナイトになる夢を叶えた。我が息子ボータムよ、見ているか、この父さんの晴れ姿を。あ、息子さんいるんだ。じゃあね、え、もしかしてさ、じゃあ息子にその漁師を任せちゃって男を、あー、なんか苦労人なのかな。なんでボーボが選ばれるんだ。こいつと同じなんて無性に腹が立ってくるぜ。しかも俺はスカイドラゴンなのに、こいつがウィングドラゴンだなんて、うん、納得いかない。そう、あのスカイドラゴンよりはウィングドラゴンの方が早く飛べるんですよね。で、迅速に動くことが重要視されているらしいですね、空流体は。上位種なのかな、ウィングの方が。俺はでもどっちかって言ったらスカイドラゴンの方がかっこいいと思うけど。飛んでる姿はね、非常に気持ち悪かったけど。今年は実に優秀だ。二人も選ばれるとは、空流体の前途は明るいな。どないなっとんねん。なんでボーボーが選ばれとんのに、俺が選ばれへんのじゃん。ここに来てね、あの本音がポロリと。こんなアホな話が。こないやったら、手当たり次第や。ある、他行くぞ。他のとこ、片っ端から会いに行ったら。私も行く。空飛ぶやつって捕まえるの大変なんだもん。地上歩いてるやつなら捕まえる自信があるもん。私も行くよ。ここにいても無理みたいな。とりあえず試せることは何でも試していなきゃ。あ、そうっすか。じゃあチコたちと待ってみよっか。これ以上待っても意味ないやろが、俺らは空流には気に入られていないんやからな。見て、ウィングドラゴンがこっちに向かってくる。やった、俺を迎えに行きたいんや。ヒャッフー。あ、でも装備は関係なかったんだね。行っちゃった。ウィングドラゴンはチコの地上ギリギリを滑空し飛び去っていった。あん？ふん、ドラゴンにまでからかわれとっちゃ世話ないな。アホらしい。行こうぜ。そっか、じゃあやっぱりちょっと外しとく。なんかね、俺はそんな気がするんだ。あの歴史とかオープニングでもあったけど、あ、外せるかな、鉄球。この子鉄球外せない、もしかしてダメかもしれない。ね、ほらドラゴンは争いが嫌いだっつって。だからさ、さすがにそんなんないのかな。じゃあ一応ここでセーブして終わろっか。なんか最終回にはまだちょっと早いようだ。